はい、どうも皆さんこんばんは、カズマックスです。今日のサブチャンネルはですね、僕これからメインチャンネルの撮影をしようと思ってるんですけれども、その前に撮影機材が届いたんで開けていきたいと思います。まあそんな真新しいもんでもないんですけど、まあでも結構やっぱ撮影機材ですからね、高いんですよ。6万円本体6万円、そしてまあその付属品で2万円3万円くらいなかなかね痛い出費ですが、まあ買ったのには理由があるんで、しっかりね、はい、ちょっと開けて説明をしていきたいと思います。なんか最近 YouTuber の動画とかでもさ、あんまりこういうバコッと、はじめ社長とかで有名なのバコ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 みたいな開封シーンなくなったよね。おあーいいじゃん、あ綺麗じゃん、ちゃんと箱付きだ、よいしょ。はい、まずね買ったのが、まあ、本体からいきますか。これですね、はい、4K って書いてありますか、ルミックス G、GH4 っていうねパナソニックのカメラです。今僕が撮影してるこのカメラと全く同じものを、はい、今回買いいたしました。どうしてもねこれが欲しかったというか必要でよし、うん、箱付きの中古品なんですけども、 Amazon のねマーケットプレイスで買ったやつ、結構しっかりしてるね。で GH4、 今 GH5 とか 5S とか出てね、型落ちになってるんで、かなりお安く手に入れることができました。本来はね、まあ、10万に20万までいかないか、かなり高いカメラです。でその付属品ですね、はい、こちらオリンパスのレンズ、 M 随行 のマイクロフォーザスとね、この対応の、レンズ、これも中古でございます。25ミリですね。あ、ちゃんとフードがついている、はい、よこいつと、あとリモコンですね。生放送の時とかにちょこっと映したりしてますけど、はい、このリモコン、ピント合わせ用のリモコンも新調いたしましたと。飛行機がメインチャンネル撮影中じゃなくてよかった。これ聞こえますかね、ブオーンってこと。飛行機とかね、そう飛んだりするとね、ブオーンって結構入っちゃうから、こういう時ね撮影中断するんですよ。ちょっと待ってねまあでも、はいはい次から次へと、今ねちょっと通販でまた他別で買ったものが届きました。で何の話だっけあ、リモコンね、はい、これがねあるとね生放送しやすいんですよ。普通の撮影もそうなんだけどね。で、はい、次こいつですね、パナソニックの、ルミックス G、GH4 DMC GH4 っていうカメラでございます。僕が今使っているメインのカメラ、サブカメラとして、後ろにあるね、GH3、この辺にいるか。はい、よいしょっと。はい、このね、GH3 っていう1個下のカメラを使っているんですけれども、さらに加えて、もう1台、3台目としてね、はい、うちの3カメとして、こいつを買いました。まあ、今まで僕ね、まあ、最初、まあ、カメラ1台、で、次にこう2台増やして、あと3台目なんだけど、なんで増やしたかってね、てかなんで今まで増やしてこなかったかって、まあ、単純に資金面っていう点もありますよ。高いからねカメラってね、バカになりませんから。レンズも高いし、その他もろもろいろいろ揃えるのでもね、三脚とか保護フィルターとか結構いいお値段するんですよっていう面もあり、でプラス、まあ、別に足使えばいいじゃんとも思ったんだよね。足使うっていうか、まあ撮影中に生放送の時みたいにこうカメラを動かしたりだとか、いろんなこうね、自分で頑張ればなんとか1台でも2台でもできるんじゃないかと思ってたんですよ。だけどやっぱちょっと厳しいね。これね、多分 YouTuber だからとかそういうわけでもなく、単純に僕の撮影システムに台数が必要っていうだけ。僕が多分特殊なんですよ。撮るものが違うんだよね。僕コーヒーワールドじゃないですか、メインチャンネルが。コーヒーを撮るわけです。同じ物撮りでも、例えばまあなんだろうね、アウトドア系のナイフ1本とか、まあ、バーナーとかさ、スキレットとか、こう
ポンとこう置けるもの、動きがないもの、物自体に動きがないものを撮るんだとしたら、もうこのメインのカメラ1台とこう手元を映すようにこう1台こう映しておけば、まあ、そこそこかっこよく撮れるわけなんですよ。だけどコーヒーなんですよ、僕のやってるのはね。動きがあるんだ。要は僕が入れてるこの様子全体をまず映す、このメインのカメラ、そして手元を映すカメラ。でも手元を映すんでも1個じゃ足りないんだな。ドリッパーをさ、要はまあこんな感じで置くとしましょうや。で、まあ、カメラでここを撮りますよね。だけどドリッパーの上だけ撮ってると、あの綺麗なドームとかだけ撮ってると下が撮れないんだよ。あとこっちからも撮れないし、粉にこうお湯を注いでドームができるのは映るよね。だけどどうお湯を注いでるのかな、こっちの動きが見えないんですよ。こっちって見えないこともないんだけど、ちっちゃいんだよね。全体を俯瞰するなんかこうアングルと、やっぱりそこに固定してこう映すのってやっぱ違うんですよ。全然料理動画とかでも結構近いですね、それ。なんかモコズキッチンだったりとかさ、テレビとかでもあっちこっちから映すじゃないですか。で、分かりやすいんですよ、手元がね。手元を映すのにこうカメラはやっぱ多い方がいいって気づいたんだよね、動きがあるものに関しては。ここも撮りたい。で、この滴り落ちてくるコーヒーも撮りたい。いろんなアングルを撮りたいんですよ。だ、今までなんとか頑張ってね、ドリップ中でもなんとかもう本当に急いでこのサブカメラの位置とかいろいろやりくりしてこう撮ってたんだけど、やっぱそうやってるとね、まあ、できないこともないんだけど、ドリップがおろそかになるんですよ。コーヒーが撮影したいもの、一番これ伝えたいものがおろそかになるんですよね。もったいなさすぎて、それが本当に。今までね、何回か失敗もしてますよ。ああ、ドームしぼんじゃったみたいな。ああ、急いでそぎ直したら、なんかこぼれちゃったみたいな。結構あるんで。いや、これは必要だなと思って、はい、今回買いました。かなりのね、一大決心でしたが、ちょっと前に頼んどいたんですよ。やっと届きました、こいつ。まあこれが間違いなく、俺のコーヒーチャンネル、コーヒーワールドを、まあ、成長させてくれると信じて成長させるのは僕自身なんですけどね、ちょっと道具に頼るっていうのがなんかちょっと嫌な、一瞬嫌な感じもあったんだけど、昔ね。いや、でも冷静に今のね理由でしっかり考えたら、いや必要だなと思ったんですよ。もちろんね、準備の手間とか、データ量が増えたりとか、いろんなまあ弊害はあるんだけど、でもやっぱり一番伝えたいものをそのままダイレクトに伝えたいままに映せるっていう、こっちを選びました。よくね、まあ、工房筆を選ばとかなんかいろいろ言いますけど、結構まあ道具あるに越したことはないから、あのことはでも元々別にね、そういう意味じゃないと思うんだ、別に道具を得ることが悪ではない、本質さえしっかりしていればね。で、本当にしっかり箱で撮ってやるな。僕カメラの箱とか撮っといてませんからね、昔買ったやつ。今は撮ってるメインのカメラも中古だし、でこれは箱ついてなかったし、そもそも自分で買った他のカメラに関してももう全然そういう意識なかったんだよね。カメラとかさ持ったことなかったし、撮るために欲しいってだけだったから、全然売るとかも何も考えてなかったから、やっぱねカメラ系は箱をちゃんと撮っておいた方がしっかりちゃんと売れるみたいです。まあ手放す気はないけどね、当分ね。手放すとしたら、まあこれかな。GH3GH4 はもう十分、全然 4K も撮れるやつだからね、いけるし。よっ、おお、ええやない。おお、ああ、ぶぶ、センサーがむき出しになってるわ。よいしょ、ここにホコリが入るとまずいんで、よし、とりあえず。じゃあ、はい、早速レンズつけますか。僕が買ったのはこのオリンパスの M 随行、25mm のレンズですね。合体ガショット、はい、ぴったりはまりました。そしてレンズフードも付属でございます。よし、 OK、 かっこいいね。はい、こんな感じでございます。レンズのこのさっきから僕が言ってる何ミリとかに関しては、背景のボケとか、あとカメラへの
距離に関係しますね。まあちょっと詳しく言うと難しいから、簡単に言うと、今回買ったこの 25mm のレンズはすごく背景がボケます。今撮ってるのは 17mm っていう少し短めのね、広角、超広角と呼ばれるような、でっかく撮れるレンズなんだけど、でその分背景ボケが弱いんですよ。背景ボケってやっぱ結構大事でさ、この間水出しコーヒーの動画あげたじゃないですか、ムービングってやつ。あれってすごく綺麗に背景ボケてたでしょ。こっちのレンズで撮ったんですよ。これもこれと同じく 25mm のレンズです。これを使うことによって綺麗にこう物に焦点を当てて背景ぼかして浮き立たせるようなね、こうすごく臨場感のある絵作りができるんですよなんかね、最近カメラにハマってきたすごくね楽しいです。うん、まさか自分がカメラにハマるとは思わなかったよ。レンズにもね、あの瀬戸康史さんとかさ、いろいろ昔見てたけどさ、うん、いいね。まあなんでそのじゃあ全部 25mm とかあの背景綺麗にボケるつにしないのっていうと、やっぱまあ YouTuber だからだよね。手元に ある程度近いカメラがないとね、あのやっぱ撮影はしづらいんですよ。家狭いしねまあちょっといろいろ挑戦しつついろいろ考えて このレンズを買いました。手元用ですね、この2つは。でこのちょっと広めのやつで全体を撮るっていう感じで、いいねうわー、3代目か3代目か、勝ちたな、勝ちたな、マジで。あ、てかちょっと待って、その前に今ホコリ入ってないね、ちょっと待って、忘れてた、うっかり。この健康のプロテクターをつけるよっ。うん、OK、今綺麗。本当はね、ブロワープシュプシュってやるやつもあるんだけど、 OK、 うん、完璧。この保護フィルター大事ですから。ただ僕頻繁にカメラは使いますが、あんまり外に出て撮ることがないので、あんまりレンズのね面が汚れないんですよ。持ってくことがそもそもないし、外に出ないから。だからちょっと安めのやつ買いました。多分外出とかよくするカメラのね好きな方であれば、いいレンズ保護フィルターを買って、そうすると掃除がしやすいんだよね。こうすごくツルツル滑るねフィルターを、やつは保護フィルターを皆さん使ってるんですよ。だからこの安いやつは微妙に滑りが悪いんだよ。滑りが悪いとまあちょっと拭きづらいよね。だけどそもそもあまり拭くことがないので、うん、まあ透過率はそんなに関係ないから、用途を考えてこれにしました。うん、これが僕の新しいカメラ、いいね。バッテリーもちゃんと入っとるね。はい、じゃあこれを使ってこれから、まあ、またメインチャンネルの動画を撮ろうかと思います。はい、そう、これから撮影なんですよ。これなんかやたら長いサブチャンになっちゃったけど、はい、ですな、でござるな。はい、 OK でござるな。うむ、よし、いいだろう。それじゃあ、うん、撮るか。いや、どうしよう、ん、もうちょっと喋るいや、ほんとね、最近ね、去年の僕の動画、自分の動画見て愕然としたんすよ。うわー、下手くそってコーヒーじゃなくてドリフとかじゃなくて、まあ動画だよね。撮り方がすごく下手くそ。てか逆に多分今年成長できたんだよ、そう考える。うん、そう考えた方がポジティブだね、いや本当今まで僕はコーヒーを撮りたいがために、なんとかこう間に合わせでねカメラを考えてきたわけですよ。うん、なんとか他の YouTuber さんの動画とか参考にしながら、だけど本質的なところってなかなか理解できなかったんだよね。そもそもカメラに興味あるわけじゃないし、うん、ギリギリなんとか無理やり F 値とかさ、シャッタースピードとか、なんとなく間に合わせで言ってたけど、いまいちカメラっていうものはどういうものでっていうのはよく分かってなかったんですよ。だけど最近ね、ちょっと楽しくなってきた。やっぱレンズとかカメラとかいろいろね、そう、やっぱ持つようになったら違いが分かるようになったんですよ。コーヒーも一緒ですよね。同じものをずっとやってるよりも、他いろんなものを見た方が全体が見えるというか、違いが見えるというか。で、まあその焦点距離とか背景ボケとかも気にするようになったり、あと音質とかね、最近、まあ今年かいいマイク導入して、いい声で、
いい声で撮れていると思いますけれども、やっぱり細かい設定ですとか、あとこまめにこういうリモコンとかをね使ってちゃんと顔にピンと合わせるですとか、あとまあ全体の構図とかさ、明かりの取り方とか、あの照明焚きすぎとか、あとは F 値を開放にしすぎるとちょっとぼやける、逆に明るくは綺麗に撮れるんだけどちょっとピントが甘くなっちゃってなんかぼんやりしちゃうみたいな、だから逆にちょっと F 値絞ってカリカリした動画を作るとか、あのね、やっとね、リュインさんとかアンソニーさんとか、まあ、瀬戸康史さんの動画の言ってる意味がやっと分かってきたんですよ、最近になって。やっぱ楽しいっすね。そうすることによってやっぱり全然ね、絵作り変わったんだよね。最近すごく視聴者さんからコメント欄で、カズマックスさん編集が上手くなりましたねとか、編集力爆発してますねとか、お褒めの言葉をね、ありがたいことにいただけるようになったんだけど、決して僕の編集上手くないです。うん、編集も上手くない、センスもない。だけど抑えるべきところを抑えたことによってちょっと見え方がマシになったんですよ。うん、僕は全然成長していない。僕はそんな人間じゃない。うん、そんないい動画でもない。だけどなんとかちょっと良くなってきたかなと思います。まあ、コーヒーも一緒ですよ。抑えるべきところ温度を抑え、重さを重量測ってさ、いろいろやってちゃんと一つ一つの要素を抑えたらある程度マシにはなるんですよ。どんなにセンスなかろうと。うん、まあ、そんな感じですね。はい、あ、てかそうだ、これいろいろね設定しなきゃいけないんですよ。あ、微妙にバッテリー入ってる、動かせるな。フォトスタイルってところをね、まあ、アンソニーさんとかの動画を参考にしながら、あの人自撮りのあの設定全部見せますみたいな動画も出してたし、昔それを参考にして自分用に今カスタムしています。うん、いろいろね今できるんですよ、これ色作り、絵作りを。で、他にもいろいろ黒の持ち上げ方とか、コーヒーってさ結構粉とか黒いものが多かったりもするじゃないですか。だからそこをうまくちょっと押さえたり持ち上げたりね、光りすぎるとわけわからんから押さえたりとか、なんか楽しいっすよ最近ほんと。カメラが、うん、でも3台やることによってできることもきっと増えていくだろうし、要はそうだ、さっき話忘れた、俯瞰撮影もできるんだな。要はこうではなく上から撮る、最近たまにちょこちょこ出してるっしょ、上から撮る構図、あれがねできるんですよ。あれね、すっごくめんどくさいんだけど、設定がセットが、でもやっぱねあると全然違う。うん、であれをやるようにちょっと距離の長いレンズを買ったってのもあるかな。あんまりにもね、でもここに近すぎると邪魔なんですよ。今までね、他のレンズでやってた時 14mm とかでやってるとここなんですよ。邪魔だよ、ドリップするとき邪魔だよって。で、湯気も立つからレンズ曇るし真っ白になっちゃって、今オープニングで使ってるさ、デンデレレンデ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 ーって曲あるじゃないですか。あれ最後に白く曇るでしょ、あれ偶然白く曇っちゃったんですよ。あれね、偶然の産物なんですよ。うん、でもちょうどまあなんかふわっと消えて感じでいいかなと思ってあのシーン使ったんだけど、オープニングでちょっと失敗、いろいろ失敗しながら、まあ、改善しながらやってます。本当何度も言うけど、僕、決してセンスもないし、いろいろ、うまい方ではないので、失敗しながら、やりくりし、なんだ、まあ、試行錯誤しながら、いろいろ、なんとか、コーヒーをうまく、正確に、楽しくね、伝えられるように、頑張っております。はい、というわけで、ついに、カズマックス。コーヒーに引っ張られてカメラに手を出し始めてしまったという話でございました。カメラは高いんだよな、レンズもな。だって全部中古で買ってますけど、まあ、前にもね話してますけど、僕はカメラは全然中古でいいと思ってるんだけど、それでも高いから、こっちが6万円、こっちが2万5000円くらい。まあでもコーヒーへの投資だと思って、あと将来へのね、うん、まああることによって全然変わってくるからね、状況って、環境とか、うん、生み出せるものとかって、大げさかもしれないけどそう僕は思ってます。まあ翔平くんもなんかツイッターのリプで将来の自分への投資だっては言ってくれたしね。ちょっと後押しになった。
綺麗に撮りたいじゃん、ドームとかさ。最近マニュアルフォーカスもいいかなと思ってる。ずっとオールフォーカス任せでリモコンでやってたけど、ピントリングちゃんといじってさ、合わせるようにしたり、綺麗にドームが膨らんでいくとことかさ、滴り落ちるとことかさ、器具自体のこうかっこよさだとかさ、光沢とかさ。コーヒー器具って物がかっこいいんすよ。うん、物がかっこいいくせにさらに動かせるからね、動きが生まれる。これ楽しいっすよ完全にオタクだな熱苦しい、ごめんなさい、ごめんなさい楽しくて最近、うん、まあ新しい趣味が増えたのはいいことだと思います。はい、というわけでじゃあこれから軽く設定をしてまたメインチャンネル動画撮れます。これからコーヒー器具紹介するから楽しみです。あー、やっぱりなんかこう安心感があるかな。うん、これからコーヒー器具紹介するけど、こっちに気を振らなくていい。まあ、普段はねもちろん考えてますけど、撮る前は撮ってる時にカメラの移動したくないんですよ、めんどくさいから。こっちだけを見ていたい、集中していたいから。そのための投資ですね、コーヒーに、コーヒーつながる。うん、オッケー、そう、納得しよう。はい、というわけで、今日のカズマックスのサブチャンネルでございました。はい、長くなりましたが、はい、お付き合いありがとうございました。はい、また次回お会いしましょう。じゃあね。あー、ガッチいったな、おい。よし。